皆さん、こんにちは。本日は、3月25日ですね。もう本当に年度末で、そろそろね、新年度を迎えるっていうことで、で、僕のチャンネルも新年度に突入する3月28日をもってリニューアルをね、していきたいかなと考えております。で、まずですね、今の、チャンネルの赤名と Twitter の赤名を、変更します。で、そのね、名前を、統一させます。で、その名前を、2年間、つまり2022年度と2023年度で、予定としては、カレンダーだと2023年度の最後日曜日が確か2024年の3月31日だったかな。で、まあその日までね、赤番とかされない限りは使っていきたいかなと思います。で、どういった赤名になるかに関しては、3月28日の、朝にね、リニューアル作業を順次行っていく予定なんで、まあその時まで、まあ、お楽しみっていうね、まあそんな感じです。で、あと、撮影系の動画とか、あとサムネイル画像の字幕のフォントが変わるっていうことですね。まあ昨日公開した江ノ島の動画をね、見てくれた方はわかると思うんですけど、まあ、ああいう感じに、できるだけね、クロップをつけて、で、まあ、ちょっとね、見れる範囲に関しては狭くなっちゃうけど、映画風のようなね、まあ、動画にして、で、少しクオリティをね、高めていくような、まあ、そういったようなね、予定をしております。まあ、以前もね、クオリティ高めるとかね、ひたすら言ってきたんですけど、なかなかね、それを思う通りに、形にできないっていうことが現状で、で、まあ、来年度からね、本格的に、実行していきたいかなと思います。で、あとね、4月末に資格試験を受ける予定で、で、そのね、勉強時間に確保していきたいと思うので、で、まあ、先ほど言ったね、クオリティ向上の件も含めて、ここから先は、なかなかね、毎日上げられなかったり、しばらくの間ね、全然更新されっていうこともね、まあ、それもね、十分にあります。まあ、その辺に関しては、理解してほしいです。で、あと、リニューアルに伴って、2020年のね、秋ぐらいから、まあ、前上がの時からね、時事系とか、大赤線とかのね、説明系の動画を中心に、エンディングの際に、チャンネル登録をね、歌をね、流してたんですけど、まあ、今日もってね、終了して、別の音楽をね、流していこうかなと思います。で、それとともに、約1年ぶりに、オープニングをね、復活するような予定ではいます。まあ、この件に関しても、ネタバレ防止のために、28日以降にならないと、終わりません。まあ、その辺はね、お楽しみください。で、あと、以前も言ったように、4月から、神奈川からね、愛知に、拠点を移すので、撮影する動画も、京急とか、あと東急とか、あと JR 東日本のね、車両から、まあ、名鉄とかね、近鉄とか、JR 東海のね、車両に変わるようなね、まあ、そんな感じです。まあ、それに関する動画とかもね、バンバン来ていきたいかなと考えております。で、まあ、しばらくの間ね、あとは忘れた頃にね、まだストックがね、残ってるんで、未公開だったね、関東で撮った写真をね、写真ではね、動画をね、上げていくようなね、もうそういったような構想ではいます。で、最後にですね、僕のね、今使っているパソコンが、もう5年くらい前のね、やつで、現状ね、そんなスペックも良くないし、部分的なね、劣化っていうのがね、まあ、相次いでんで、今度の初夏あたりに、もっと高性能なね、パソコンに切り替えようかなってね、考えております。まあ、高性能なものにね、切り替えれば、まあ、簡単にね、ゲーム動画とかも出したりとか、
あとはね、ライブとかもできたりすると思うんで、で、それ以降はね、以前出した、第五人格とか、あと、ユーロトラックシミュータ2とか、あと、新たにね、APEX とかにね、挑戦してみような動画もね、出していきたいかなと思います。まあ、大体の内容はそれぐらいですかね。まあ、何かね、これに関して、なんか、質問があれば、コメント欄か、Twitter のダイレクトメッセージに送ってください。では、3年目もよろしくお願いいたします。では、今回はここまでにしておきます。最後までありがとうございました。あよ、チャンネル登録よろしく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 し、登録しないとしく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 し、ピエンピエン、ほらピエンピエン、ほらピエンピエンになってしまうよ。ジョークです。